最初に私ども、東京都中小企業振興校舎について紹介をさせていただきます。あの私どもの校舎は東京都の政策連携団体となっておりますで。都内の中小企業や個人事業主の皆様に幅広いサービスを提供している公共機関になります。さまざまな支援メニューがあり、その多くは無料で提供をしております。であの 助成事業につきましてても、ままな事業を行っております。ま、ずあの、この商店街の助成金の説明に入る前に、あの助成金とはどのようなものかについて、そのメリットと留意点についてお話をしたいと思います。助成金とは税金を原資として、国や東京都などから提供される返済不要の事業用資金となります。このメリットなんですけれども、 まず1点目としましてあの資金の、自己資金の負担が軽減できるということが挙げられます。あのそれぞれ助成金、別にあの助成率や助成限度額が決まっているんですけれども、それに応じたあの資金を受け取ることができます。で続いて、信用力、知名度を上げることができるという点が挙げられます。 校舎では採択された方のお名前をホームページで公表させていただいておりますので、公的な機関での審査を経て採択をされた事業であるということを証明することができます。3点目に、校舎による継続的なサポートを受けることができます。助成金の対象となった事業の進捗状況を確認させていただくとともに、助成金事業とは別に、専門家派遣、 専門家への相談とといったサービスを受けることができますそして4点目としまして申請,書には申請書には必ず事業計画も書いていただく形になるんですけれども申請書を作成することで事業計画の見直しやブラッシュアップの機会を持つことができます。これによってより実現性の高い事業計画を策定いただくことができます。 こういったメリットがある一方で、あの留意をしていただきたい点が、助成金は税金を原資にしているという点です。ですので、定められた規則に従って事業が行われているということを証明いただく必要があります。助成金事業の一般的な流れと必要な手続きをこちらで紹介いたします。まず、申請の作成や必要な書類を揃えていただく必要があります。その後、 審査を経ましてあの、交付決定となりましたら、ここであの交付可能な上限額が通知されます。交付決定されたら、その申請した内容に従って事業を行っていただくという形になります。商店街の助成金では、お店の商店街での開業がこの事業を行うということになります。で実際にあの開業されますとあの、実績報告という形で、あの 関係の書類を提出いただいて、官僚検査というあの、校舎職員による検査を経て、それで初めて助成金の額が最終的にか確定し、助成金が交付されるという流れになります。場合によっては、この交付決定で決まった額よりも、あの最終的な決定額が減額となる場合もあります。 助成金事業の留1点目として、まずあの助成金事業はあの事業完了後の後払い、実績払いになります。ですのであの、開業の資金はご自身で用意をいただく必要があります。2点目としまして、助成事業の条件をよく確認しておいていただく必要があります。 このあの商店街の助成金事業では、交付決定日から1年以内に開業を行っていただく必要があります。この期限内に開業を行わない場合には、あの助成金を受け取っていただくことができなくなります。3点目に、何が助成金の対象になっているか、助成対象経費が、 何かということ、またその期間がどうなっているかということも十分に確認をいただく必要があります。これは次のスライドで詳しく説明をさせていただきます。で、4点目としまして、客観的な証拠書類が必要という点が挙げられます。あの1のとおり、助成金は後払いになりますので、あのちゃんと事業が行われて必要な書類が揃っていますというのを あの書類を持ってあの証明をいただく必要があります。書類の不足があった場合には、その分については助成金が支払われないということもあります。先ほどの助成対象経費についてなんですけれども。 まず1点目として所得した物品の所有権が申請者ご自身にあること、また女性,女性事業の遂行に必要最小限と認められる経費であることといったことが挙げられます。ちょっと特に気をつけていただきたいのが、女性対象期間内に発注、契約を行って支払った経費という点が重要になります。この女性対象期間というのがそれぞれの助成金で決められているんですけれども、 通常、この期間内に発注、契約、納品、また支払いまで終わっている必要があります。この日、この助成対象期間をよりも前に発注をした場合ですとか、後に支払いを行ってしまった場合には、その分については助成金の対象とならなくなってしまいます。続きまして、あのこちら、東京都であの、公社で行っている開業助成金について説明をさせていただきます。 この保護、えっと、で行っている事業はあの都内の商店街の活性化を目的としています。都内商店街でお店をオープンして助成金を活用しながらビジネスを軌道に乗せ経営基盤の経営安定を目指していただきます。それと同時に皆様の店舗が商店街での核となって他の店舗との,の連携のもとイベントの企画や 課題解決に向けた積極的な取り組みを通して、商店街の活性化につなげていただくことを目的としておりますあのこの事業でいう都内商店街というのは、区市町村が認めた商店街のことをあのになります。 これは区市町村に届け出をして、区市町村の方で認められている商店街になります。ですので、あの有志で結成した任意団体、区市町村の方では認めていらっしゃらない団体については対象とはなりません。あの皆様のの方で出店するあの物件の所在地が、あ 所在地がどの商店街に属しているのかわからない場合や、商店街はあるけれども、区市町村に認められた商店街かどうかわからない場合には、あの申請者の方、ご自身であの出店エリアの区市町村にご確認いただけたらと思います。た,ただ、あの区市町村や商店街の方にあの連絡をされる場合には、あのこの事業をご存知ない方もまたたくさんいらっしゃいますので、あの丁寧に事情を説明いただくようにお願いいたします。 続きましてあの、この商店街開業の,あの2事業について詳しく説明をさせていただきます。まず、若手女性リーダー応援プログラムですが、こちらは女性限度額が844万円と、かなり高額の助成金になっております対象。申請いただける対象の方は女性、またはこの年度末で39歳以下の男性に限られております。また、創業予定者。 あるいは個人事業主の方のみとなっております。法人やあの法人代表者の方はあのこちらにはお申し込みいただけません。え申請区分ですが開業のみになっております。こちらは現在お店を持っていないあのまた新たに開あの店舗を持たれる方が対象となります。また開業後はその店舗に基本的に従事をして申請した事業にあの携わっていただくということが求められます。 続いて商店街企業承継支援事業になります。こちらの限度額は694万円となっております。対象はあの年齢、性別の制限なく、こちらはあの、創業予定者、個人事業主に加えて、法人の方も、個人もお申し込みいただけるようになっています。で申請区分はあの、先ほどの開業に加えて、多額化事業承継という区分もございます。こちらは次のページで詳しく説明いたします。 で先ほどと同じようにあの申請された方は、その店舗であの開業される事業にもっぱら従事することが求められます。ただし、法人の方の場合には、あの代表者でなくても、その事業担当者の方、法人の正社員の事業担当者の方が、店舗の事業に従事するということも可能です。 こちらのスライドで開業多角化事業承継のあの申請区分を説明いたします。まずあの開業なんですが、こちらは若手女性リーダーオンプログラム商店街企業承継支援事業どちらにも申請が可能です。え、あのここでいうあの開業の区分で申請可能な方とは、あの都内に限らず申請時点で実店舗を持っていらっしゃらず あのまたあの、これから新たに実店舗を開設するという方に限られます。であの若手女性リーダーウンプログラムの条件を満たす方は、あの商店街の開業の,の条件もすべて満たしますのであの、閉館申請いただくことが可能です。で次に、商店街 企業承継支援事業のみで申請が可能なのが多角化と事業承継になります。多角化はすでにあの店舗を持っていらっしゃる個人やあの個人の方が今行っている事業とは異なる分野で、あの異なるあの事業、異なる場所で実店舗を新たに開設する場合があの対象となります。例えば現在は美容院を経営している方があの新たにカフェを開業するなどといった場合があの 対象になります。あの全く同じ事業での店舗開業、いわゆる2号店の場合には対象とはなりません。事業承継なんですが、こちらは申請された方、あの申請者が既存の事業を引き継いで、あの店舗をリニューアルオープンされる。ものになります。 こちら多角化と事業承継は商店街企業承継事例の事業のみになります。こちらであのこの旅行の事業について共通で言えるんですけれども、あのこの事業の対象となる業種はあのこちらに限られております。で募集要項に詳しくありますのでご確認いただけたらと思います。主にあの B to C で一般の消費者向けのサービスが対象となっております。 こちらにえっと。それぞれの事業の助成率と助成限度額を示しております。こちらの経費区分はどちらも同じなんですけれども、助成率と助成限度額が若干異なっております。で家庭女性リーダー応援プログラムは全て助成率が4分の3になっていまして、助成限度額あの。事業所整備費、あの工事費などに係かかる助成限度額が400万円となっております。 一方で、商店街企業証券支援事業のは、あは、助成率がすべて3分の2となっていまして、えっと、事業所整備費、工事などにかかる費用の助成限度額が250万円となっています。店舗賃借料の助成限度額は2事業とも同じ額になっております。であの昨年度までは、あの 店舗賃借料の助成期間、2年間だったんですけれども、今年度から3年間に拡充をされております。こちら、あの具体的な助成対象経費の一覧になります。最初に事業所整備費なんですが、3つの経費に分かれております。1つ目が店舗新装改装工事費になります。 で2つ目が設備、備品、購入費になります。こちらは1点で税込み10万円以上の新品のものが対象となります。で3点目として、宣伝広告費、例えばホームページの制作費やポスティングなどを含むチラシの作成、地域雑誌への掲載費、ウェブ広告費などが対象となっております。で最後に店舗沈借料になります。 こちら申請者の方ご自身の名義で新たに店舗を借りる場合のあの賃料になります。でちょっと注意をいただきたい点なんですが、この店あの工事費丸1の新装改装工事費またはあの丸2の設備備品購入費このどちらかがあの申請には必須となります。 宣伝広告費と店舗賃借料だけでは申請いただくことができませんのでご注意いただけたらと思いますで。助成対象外になるものをこちらに例として挙げております。例えば設備、備品、購入費なんですが、中古品は助成金の対象とはなりません。またあの カメラなどを持ち運びができて、他の目的に使用できるものは、あの汎用性が高いものについては対象外となっています。ただし、まあ、カメラの場合、フォトスタジオを開設されるという場合で、カメラが必須だという場合には、あのあとこちらの助成金で申請いただくことは可能です。また、すべての業種において、あのパソコンはあの業務専用で使われるパソコンということでしたら、1台に限り対象となっております。 店舗賃借料についてなんですが、こちらあの、助成金の対象となるのは賃借料のみで、その他の資金、保証金、礼金などといったものについては対象とはなりません。続いて、助成対象期間の,あの説明をさせていただきます。最初に工事費、賃借料以外の設備備品購入費と宣伝広告費について、 説明をいたします。これが助成金の基本的なあの助成対象期間になっています。こちらは、交付決定日、あのこ今年度の第1回のお申し込みの場合には、交付決定日が令和6年8月1日になるんですが、交付決定日以降に契約、納品、支払いを行ったものが対象になります。ただし、えっと、契約… 発注納品については、開業日までに終わらせていただく必要があります。開業日以降に契約したものや納品されたものについては対象とはなりません。支払いについては、開業日の翌々月末まで、およそ2ヶ月後まで支払いの期間があります。ただし、あの宣伝広告費の中で広告掲載費。 新聞や雑誌、ウェブ掲載などについてはあの開業日ではなくて開業月末までの納品が助成対象となります。続いて、ちょっとこの助成金の,あの特例になってきます。まず店舗賃借料なんですが、こちらは交付決定日の6か月前からの契約が対象となります。例えば、えっと、今年度1回目の 募集でしたら、交付決定日8月1日の6ヶ月前の2月1日以降の契約が対象となります。ただし、あの助成金が支払われるのは交付決定日以降の以降3年間になります。ですので、交付決定日よりも前に契約を結んでいた場合にも、交付決定日以前の賃料はあの助成金の対象とはなりません。また、あの交付決定日以降に契約をして、あの 賃料が発生する場合には、その日から交付決定日から3年後までの賃料が対象となります。ですので、満額で3年間ということにはなりません。例えば、えっと今年8月1日が交付決定日で、10月1日にあの店,舗賃借あの店舗の賃貸借契約を開始して、賃料が発生した場合には、最大で2年10ヶ月分があの助成金の対象となるという形になります。 続いて店舗新装改装工事費なんですがこちらもあの契約着工が交工付決,決定日の3ヶ月前から可能となっております。ですので8月1日が交付決定日の場合に,場合にはあの5月1日以降の契約着工が可能です。でただしこちらも開業日までにあの工事が完了している必要があります。支払いについては備品などと同じようにおよそ2ヶ月後またはまあ1年。 あの開業の期間までに終わらせていただく必要がありますあの注意いただきたいのが契約はあの交付決定日前の契約は可能なんですが交付決定日前に支払われたあの料金については助成金の対象とはならなくなりますので気をつけていただけたらと思いますその他に主なその他の主な 注意点なんですあの、要件なんですけれども、繰り返していますように、開業は交付決定日以降、交付決定日から1年以内となっております。でまたあの、申請時点であの商店街組織の代表の方からあの確認を受けていることあの採択あの、この除金に応募して採択をされた暁には、あの この商店街の組織に入りますよ、入ることを確認しましたという内容の証明書なんですけれども、そちらを申請の時点であらかじめ提出をいただく必要があります。こちらなんですけれども、商店街の代表者、商店街の方に申請者の方ご自身がポイントを取っていただいて、商店街の課題などヒアリングを行った上で、 様式にあの確認書にあの先方がよろしければサインいただくというような形になります。あの。これからあの実際、あのそこの商店街で店舗を設けて、あの商店街に入るということになりますと、そこのあの地域の方との関係というのは非常に重要になりますので、あのできるだけ丁寧にあのこれから自分がその一員になるんだという意識を持って、あの商店街の方にあの接していただくように。あの丁寧なあの。 対応を心がけていただけたらと思います。で、あのこちらの商店街を活性化するための助成金ですので、まあ、開業するまでに商店街組織に実際に加入していただくことが必要になります。最後に、あの申請までに、あの経営知識などに係る研修や実務研修を受講している。また、またはあの受講する予定が既に立っていることというのが要件になっています。 具体的にどういう研修が対象になるかというものなんですけれども、こちら、募集要項と同じような例を挙げさせていただいております。であの募集要項に書いているのは、あの例えば私ども、校舎ですとか、商工会議所さんなど比較あの、公的な機関の研修を挙げさせていただいているんですけれども、特にあのこちらに限る必要はなくあの、ご自身で検討いただいて、まあ、民間の あの研修でもご自身が必要とするあの研修があったらそちらを受講いただく形でも問題ございません。で実務研修については、あのそれぞれあのこれから開業されるあの事業に合ったものを研修いただくというような形になります、ねあのさ。これまでに採択された事例をこれから2件紹介させていただこうと思います。1件目は、あのえっと、 葛飾区で黒いフランス菓子を製造・販売されているパティスリー・クロノワールさんになります。あのいろいろあのココアやクあの黒ごまなどの黒い原材料を利用した黒いフランス菓子専門店をあの地元の,あの新小岩で20 2021年に開店をされました。2022年にはあのカフェスペースを設けた2号店をオープンされています。 助成金に採択されてよかったこととしまして、あの独立するときにやはり資金が問題になっていたということなんですが、まあ、それが助成金で解決できたということです。また、助成金の採択によって、金融機関の融資もスムーズに受けられるようになったとおっしゃっています。また商店街活動であの、商店街の活動でどういったことをされているかという点なんですが、あの地元の商店街の役員 役員会議であの地元のサッカークラブの,あのフラッグをあの配布してはどうかということを提案されてあの実際にあの選手の方と配布をされたということで商店街の雰囲気が明るくなったとおっしゃっていますまたあの校舎で行っている商店街リーダー実践,向上実践力向上塾などを利用して商店街活動の企画力の向上を図っていらっしゃいます次にあの 老舗のお茶屋さんをカフェに改装した。えっと。事業あの事業承継の事例になります。あのもともと創業、あの九十年の老舗の日本茶専門店で。あの、じゃあの新設された女性の方は、あの三代目になります。女性成金に採択されて良かったことなんですが。 あの専門あの販売専門店からカフェ併設の店舗に全面改装ができたとおっしゃっています。常連のお客様ももちろん大切なんですが、若い世代や家族連れなど新しいお客様にもライていただけているということです。で商店街活動の魅力なんですがあ,あのしばらくコロナであのイベントが中止されていたそうなんですが、あの近隣の あの個人経営の店舗などとのコラボやレシピ提供などを行ってきているということです。で常連のお客様もあの店舗間同士で、あのお店を紹介し合うなどで、あの相乗効果が生まれているとのことです。あのこうしたあの？ これまでの採択事例につきましては、私どものホームページの採択者の声というページに掲載をしております。今日、紹介させていただいた2件についても、こちらに紹介をしておりますので、よろしかったらご覧ください。今年度、令和6年度の募集のスケジュールになります。おおよそあの申請をいただいてからの審査が 書類審査、面接審査とありますので、交付決定までおよそ4ヶ月かかるとあの思っていただけたらと思います。であの直近の第一回につきましては、あの4月15日から5月8日に申請を受け付けまして、あの書類審査、面接審査を経て交付決定が8月1日を予定しております。申請から開業までの流れなんですが。 まああのまあ、募集要項を読んでいただいてあの店舗を決めてというようなあの一般的な流れをあの例を挙げておりますが、まあ、それぞれ皆様状況が異なるかと思いますのでこの通りとは限らないかとは思いますあのご理解いただきたい点なんですけれども助成金はすべて後払いになりましてあの最大4回に分けて払うというような形になります開業1回目があの工事費や設備備品費などの開業で1回目それからあの 交付決定日から1年後に店舗賃借料1年目、2年、2年目、3年目と4回に分けての支払いとなります。で、あの審査の視点なんですけれども、まず上側の緑の方なんですが、こちら2次行とも共通になっています。まず、実現性、そして妥当性資金繰りやあの収支計画、スケジュールが妥当であるかどうかということ。そして商店街活性化への。 に寄与できるあの人物か内容とととといいいっったたことそししてて経営者の性視点がございますで、若手女性リーダー応援プログラムにつきましては、この4点に加えまして、あの独創性、事業のオリ,オリジナリティや創意工夫、商店街におけるリーダーシップ、リーダーとしての資質やあの意欲がある方かどうかという点がポイントとなってまいります。 こちら、昨年度の令和5年度の申請者数と採択倍率になります。かなり特に若手女性の方は倍率が高くなっておりますが、先ほどのこの審査の視点を踏まえて、評価をされる絶対審査というふうに考えていただけたらと思います。すべての方がちょっと採択をされるというような助成金ではありませんので、しっかりこの審査の視点を踏まえて、 申請書を作成いいたただけたらと思いますで最後にあの申請書作成にあたってあの提出前に募集要項をじっくりと読み直してあのこちら以下4点を確認いただけたらと思いますまず目的があの合っているかどうか申し込む内容の助成金の趣旨と合ったあの申請内容になっているかどうか受精対象期間が あの合致しているかどうか、そして審査基準と合っているかどうか、で過剰な経費が含まれていないかどうか、そういった点になりますあの。申請書の場所なんですけれども、こちらの校舎の,の私どものホームページになりまして、この中の申請手続きというタブがありますので、こちらでを開いていただくとあの、そのページの下の方に、 の募集要項がありますので、まずこちらをダウンロードいただけたらと思います。でその下に申請書類意識というのがありまして、電子申請と郵送申請に分かれてあの、それぞれボタンがありますので、ご自身の,あの申請方法のタブの方をあのクリックしていただいて、ダウンロードいただけたらと思いますで。こちらの申請書類一式の方に記入例も入っていますので、あのそちらもよくあのご確認いただけたらと思います。 あの最後にあのこちらのホームページに Q&A というページもあります。Q&A のページの一番下の,方にあのえっに、と、よくある質問ということでもうちょっと詳しいあのウェブサイトに載っているよりも詳しい情報が PDF でございますのでそちらもよろしかったらご確認いただけたらと思います。 いません。ではここまであのご清聴いただきましてありがとうございました。で、4月15日からあの第1回については受付を開始いたしますので、あのご検討の上、あのご応募いただけたらと思っております。